こんにちは、小和田です。今日は、記念館に隣接するですね、別館売店と、レストラン&カフェ、これをご案内いたします。売店では、岐阜県の名産品、土産物と、戦国歴史グッズを販売しております。ここでしか買えないオリジナルグッズがですね、200種以上揃っています。中入ってみましょう。まず入ったばっかりのここなんですけれども、ここはですね、10月の1日から販売を開始しました、関ヶ原戦国武将院、これを紹介いたします。それがこれなんですけれども、こちら東軍の、徳川家康から、加藤義明まで、10人、西軍では、この石田三成から、こちらにいます平塚民弘ですね、10名、それぞれ武将を扱っていますが、それぞれの武将のですね、イメージに合わせて、例えば石田三成に関して言うとお茶の緑と、あの辺り柿の取れるところですので柿の色と、そうした形で、これ実はよく見ていただくと切り抜きになってるんですよね。でしかもその武将院がですね、このような形で、それこそこうなっていくというね、見て綺麗だし、特に女性の方にはこれいいんじゃないですかね。こう見ていて楽しい感じがいたしますね。そういったのが、この部分では販売されております。次に、クリアファイルのところへちょっとご案内します。この辺りなんですけれども、それこそ、いろいろありましてね、読むクリアファイル、これそれこそ私と、息子の安根、監修しておりまして、普通クリアファイルというとどうしてもただ書類を入れたりね、するものということになるんですが、書類整理だけではもったいないんで、むしろ読みながら、いろいろ勉強するというね、そういうことができるような、そういう仕掛けになってます。関ヶ原の、いろんなゆかりのある場所だとか人名だとか、そういったのが取り扱われております。他にはですね、ちょっとこちらへちょっと来てください。それこそ戦国手帳だとか、それからですね、こういうトランプ、あるいはここにあるような、これはすごろくですね。関ヶ原合戦図名場面すごろくという、これはもうそれこそ、家族であるいはお友達同士で、ゲームしながらね、歴史を勉強できるというような、そんな仕掛けにもなっていますので、結構この辺り、私なんかも今日来たらどれ買おうかななんてね、思ったりしております。さて、続けてもう少し奥の方へ行きましょうか。今度は次にレストラン&カフェいぶき庵をご紹介いたします。ここにですね、ありますように、いろいろと、この古戦場記念館のレストランカフェということで、関ヶ原の戦いや、あるいは関ヶ原という土地柄を意識した、メニューのあるのが、特徴なんですけれども、そのメニューの中からちょっとね、紹介したいと思います。こちらをご覧ください。関ヶ原合戦定食これは合戦弁当と、それから合戦汁の組み合わせなんですけれども、錦糸卵を、ここね、錦糸卵を挟んで、西軍の鶏そぼろと、東軍の牛そぼろ、これが対決した形になっています。それぞれ西軍は白味噌、東軍は赤味噌で味付けされています。ご承知の通り、徳川家康東軍のですね、生誕地、岡崎は八丁味噌ですので、赤味噌ということになります。ご飯は酢飯で、関ヶ原の、井戸水を使ってですね、毎朝、炊き上げられているそうです。注目されるのがここらにあります
合戦汁なんです。これは週替わりだそうで、西軍の週は白味噌に丸餅、東軍の週は赤味噌に角餅が出ます。これはですね、記念館の2階で体験コーナーというのがございますが、そこで多分丸餅文化圏と角餅文化圏の境界がこの関ヶ原だというのは多分勉強されてきたと思いますので、それを実際にここで食べていただこうというものなんです。なおその他ですね、東西両軍の総大将徳川家康と石田三成のですね、ここにありますけれども、いろんな例えばパフェやドリンクも楽しめるわけですが、岡崎出身の家康にちなんで、味噌を使った徳川家康味噌小豆ミルク、それから石田三成といえば例の三軒茶、三根茶とも読みますけれども、そのエピソードが有名ですので、石田三成もこもこ抹茶パフェ、あるいは白桃グリーンティーなどもございます。そういった、このですね、別館も、開館しておよそ1年、かなり充実してきましたので、またぜひ足を運んでいただけたらありがたいなと思います。今日はこの別館のですね、ご案内をさせていただきました。今日は以上で終わらせていただきます。